塚本紗代子です。食に関する教育とライフスタイルの提案をする仕事をしています。このうちのコンセプトは食と暮らしの試着室です。人にも地球にも優しいお家作りをテーマにしています。まずこだわっているのはキッチンです。キッチン自体が、アイランドキッチンになっていて、大勢の人たちと一緒に料理を作ったりとか料理教室がしやすいようなキッチンにの設計にしてもらっています。食用上テーマな料理を作っているので、スパイスだったりとかをたくさん揃えたり、友人の、ハーブ農家さんだったりとかからハーブティーをいろいろ仕入れたりとか、いろんなものを飲めるように取り揃えてみてます。調味料も天然醸造だったりとか、すごいこだわったものを使うようにしています。この棚はあと友人が作ってくれまして、この板も廃材になるものを利用してつけてもらってます。新しく何かを買うんではなくて、捨てられてしまいそうなものだったりとか、そういうものをリメイクというか再利用して、家具だったりとかは使うようにしてます。なので、あそこの食器棚だったりとか、この調理台ももともとは古民家で捨てられるものを、長野にあるリビルディングセンターっていうところから、買い付けをしたものだったりとか、このダイニングテーブルは廃材を買って、この足も全部廃材というかを組み立てて作りました。古き良き家具を使うっていうことをコンセプトにしているので、こういう趣がある色にも合わせたような、この床の色をもともと設計してもらうときに、一応ここが新築の状態だったので、色選びから一緒にさせてもらいました。あとは天井が高いのも気に入っています。天井が高いので、たくさんの人数が集まってもすごい開放感があって、開けて窓も外から景色が見えるので、すごい気に入っています。窓が大きくなっているのも開放感がより広がるので、すごい気に入っています。ここのテラスは、ここも友人に椅子を作ってもらったりとか、あとは、テラスが雨があまり入らないように、大家さんの心意気で屋根をギリギリまで伸ばしてくれています。なので、結構バーベキューしたりとか、みんなで外でリモートワークというかお仕事したりとか、そういうように使っています。あとはここに、調理で出た生ゴミをコンポストを今していて、ここで発酵というかコンポストしてます。で、これをまた堆肥に発酵させてから、お庭にある畑に使ってます。と、右からブルーベリーと、キンカンとローリエ、もう一回ブルーベリーにレモンの苗木を植えています。ここが2階です。この部屋は今は私の寝室としても使っています。2段ベッドの理由は、食と暮らしの試着室っていうコンセプトなので、いろんな人にこの家で生活の暮らしの体験をしてほしいと思っているので、より多くの人が泊まれるように2段ベッドにしています。で、隣のお部屋もゲストルームで、最大8人は泊まれるようにお布団とかも用意しています。この部屋も2階の部屋のランプ、照明はこの傘自体が捨てられそうになった、食器をリメイクして作られたものです。このテーブルも友人が作ってくれています。この絵やお家にある絵は、友人が季節をイメージして描いてくれている絵を飾っています。この本棚も友人がもう使わなくなったものを譲っていただいて、私が使用しています。なので、このお家、このお部屋自体、いろいろ友人のいただいたもので出来上がっているようなお部屋になってます。
以上が私のルームツアーです。